今回もねあの私の体験談なんですこれは本当に奇妙なもうずいぶん昔のことではあるんですけどね30そこそこぐらいの頃ですかね31になったかならないかぐらいの頃です私はその頃ねいろんなアルバイトやってたんですよあの、えー、出版社で 編集補助とかフリーーライターもやっていたそれからまあケーキ屋のバイトをそろそろやめたかなと思うんですねやめたでもずっとケーキ屋も長くバイトしてましたねであとは取材を通して知り合った私立探偵の事務所にね時々行ってなんか半端仕事をもらってバイト料をちゃんと払ってくれるんですよ日給みたいな形で。でたまにそこでバイトさせてもらう。 でもちろん探偵の私そういうねあの免許みたいなもの持ってませんから本当に雑用や手みたいな感じですその探偵はねなかなかまあ美中年で40ぐらいだったんですけどねで独身でただね前科が2班あったでまあ遠慮があったんでしょうね女性に対しては非常に多くてで、ね、付き合っても悪くないなって最初思ったんですけどね結局そういう関係には全くなりませんでした。 で彼には若い男の女子もいてこの女子ともすごく彼は仲良かったですね物腰の柔らかいいい人でしたけどこの探偵さん探偵さんがねある時ね私に言ったんですよ「ね、あなた昼って知ってる?」っていう私はあ「知ってますよあの山や田んぼにいるブヨブヨした気持ち悪いやつですよね」たら「そうそう地数でしょ?」私は。 そうです、ね、血を吸うんですね吸われたことないけど人間のヒルっていると思うんだよねと彼が言ううんなんとなく分かるようなヒルのようなやつとかねそういうことですかどういうことですかうんあのねうまーく張り付いて血を吸うわけだよヒルってね痛くないんだよだからね気が付くのが遅れる で、痛くもかゆくもないからね、もう散々小すすわけで、パンパンに膨らんだところで気がつく。ね、これが昼。なかなか剥がれないしね、大変なんだ。人間にもそういうのがいてさ、あんまり例えでもないんだよね。実際にだよ。例えば、留守中にこっそり家に忍び込んでだよ。こう、置いてある現金なんかを全部は取ってかない。 ちょっとだけ盗むあるいは例えばだよ冷蔵庫に牛乳パックが入ってる全部飲み干しちゃったりはしないんだなちょっとだけ飲んでみる気持ち悪いですね何ですかそれいや気持ち悪いよしゃになんないんだよ下手したらだよ下着なんかを触られるかもしれないし通帳とか印鑑をさ持ち出されるかもしれないよでもまあ よよくできただだとだよ通帳と印鑑をあるいは持ち出してどっかで暗証番号なんかもね、まあ、解読しちゃってで銀行からねお金を下ろしてくる時んだよいっぺんに大金を下ろしたりはしないんじゃないかなほんの少しだけ下ろしてくるうん気づくのが遅れるわけですねそうそう ななかなか気が付いんだなで気がついた時には結構いろんなことをやられちゃってる大体その前にだよもし気が付いたらさその家にいられるかなあーちょっと嫌ですねうーんそれはちょっとそんなとこ住んでないまず警察には知らせますよね相手にしてもらえるかどうか分かんないけどだよね相手にしてもらえないかもしれない で今回の依頼人っていうのがまさにその昼にやられてるっぽいんだよね僕はね実言うとね半信半疑な。へえ全部その女性なんだけどねその彼女の妄想かもしれないな。中殺妄想とか追跡妄想とかそういう妄想ってあるもんだよ。私はねずっと誰かに付け狙われてるとか。 後追われてるとか誰かがずっと私のことを見つめてるとか覗いてるとかねでもそう思ってるだけで本当は誰も彼女に対してそんなことはしていないそういう可能性だってあるなって僕はちょっと思ってるんだけどでも依頼は依頼なんだ。であのね君ねちょうどいいんだよね。何がですか がさあと髪の長さね君髪長いでしょ彼女も髪長いのよでね言ってんだ君言えるよね髪の毛あまあもちろん言えますよなんかアップにさうまいこと言ってさそうだなでなきゃ彼女にまあなんかどういう髪型するのか普段聞いといて似たような髪型にしてさこうマスクかなんかで顔半分隠してうつむき加減になって歩いて同じ服装したらさ わかんないと思うんだよね一見おーなんですどういうことです君ちょっとさその彼女のマンションに2、3日滞在してくれないえ、2、3日ですかいいですかありがとうございますとか当時私貧乏だったんでね2、3日美味しいですよいくらもらえるのかなとかね思ったりして虎の狸ですよもうね川さんよパチ,パチパチパチって言っていいな 5,000円ずつでも1万5,000円とかね考えちゃいますよね一日1万円ぐらいもらえるかなとかねまあそんな感じで「ありがとうございます」にって「やります」みたいなで実際その彼女に引き合わせてもらいました、えー、この方40代40代でまあお綺麗な方でしたでそれでねまあ、見るからにかしこそ税、まあ、格好似てる人って私とはだいぶ違うんです 見るからに賢そうで名称を出してくださったすごい超超一流企業すごいいい大学出てないと、まあ、かすりもしないだろうなそこに新卒からずっとこれまで勤めてる肩書きもすごいんですえすえごいななんか社長というかその探偵妄想とか言ってたけどいや <laughs> こんな賢そうな人がね何失礼なこと言っちゃってんだろうと思いながら彼女の話を聞いたら。 苦労してね私この年になってこのマンション買ったんですよ新築の分譲でねまだ1年ですよそしたらねこんなことになっちゃって気持ち悪いからこのところホテルとかね女友達の家泊まり歩いてるんですよ実家とか。 苦労して手に入れたのに、この家誰かに乗っ取られちゃうんじゃないかなと思いましてね、とか言う、私が、うん、と思いながら聞いてる。で、まあ探偵もいるんです。で、探偵が先を促して、そうなんですよね。それであの結局、まあ、誰かがこの家の中を勝手に歩き回って、え冷蔵庫のもの中のものを食べたり、お風呂場を使ったりしてると、そういうことですよね。 そうなんですよもうね洋服なんかもね何か触られた形跡があるしベッドにも多分勝手に寝られたことがあると思うんですよ。それにね何でしょう何、うん、かね男だと思うんですよ。これはもう本当勘なんですけどね。でも本当に不気味なんでなんとかしたいんですよ。でもね 警察にはねもうほとんど取り合ってもらえなかったんですよね。話は聞くとかねパトロールに来るとかねもう全然ダメですよ。なんかもうしかも,もうすごくこう嫌な雰囲気出されてね警察官がニヤニヤしてなんかその年でまだ独身だからそういう変な妄想湧いちゃってるんじゃないですかみたいなこと言うんですよもう腹立って。帰ってきましたよ私。それでね 証拠さえつかんだら警察も話を聞いてくれるんじゃないかと思ってでまあ監視カメラであるとかあるいは、まあ、盗聴器であるとか監視カメ,カメラもあれですかあの最近のはビデオが撮れるのもあるんですかあ,ありますよ。でそれをねあ,のあちこち仕掛けていただきたいんですよね。なるほど でやっぱりそれでずっと留守だとどうもそれがねあんまり出てこないような気がするんでできれば証拠つかみたいんでそこでお願いしたんですあ私があの真似をしてこう家に帰ってくるふりでもすればいいんですかしらあそうなんですよお願いできますいやもちろんですよ年齢もだいぶ違うし、まあ、顔なんかも特に似てるわけではない。 ただまあ例えばですすでにその犯人犯人いるとしてですよがどこかに監視カメラとかを逆にね仕掛けてたとするじゃないですか盗み取りするためにそうするとああの女帰ってきたなっていうのが分かるであるとかねそういう感じで利用できるんじゃないかなと思ったみたいなんです。まあ、実際ううまくいくいいかかかどどわかからないけれどもで探偵はねまあ追いとましてからこっそり言ってましたけど。 ま気休めにはなるだろうしね、うん、こういう依頼はね受けといた方がいいんだよみたいなことを言うそうですね、まあ、半信半疑なわけですねで家はね 3LDK で、まあ、なかなかあのゆったりとね広いお部屋ばっかりいいマンションですでエントランスなんかのねセキュリティもしっかりしてるで私はまあ合鍵を貸していただいたりしてで彼女のね服も借りて 洋服ぴったたりり入りましたで髪型も似せてマスクをかけて幸いにして私は金眼で当時メガネかけてたんですけど彼女もメガネかけてたんででメガネをね似たようなフレームのをかけて遠ににはね、彼女に見えたかもしれないで,すで私は彼女が帰るとおぼしきその夜のそうですね8時過ぎとかそのぐらいの時間にそのマンションに入ってった。 探偵は外の車の中でバンの中でねこうモニタリングしながらこう見てるわけですねで何かあったらすぐ連絡を取り合うってことになっている監視カメラはもうとっくに仕掛けてあってもう作動してるでそしたらねこう帰って、うん、ね部屋の中見,見ましたりしていいお部屋だなとか思ってでしばらくしたらね「でイン」と電話が鳴るんですよ。 どううしよこういう時取っていいのかな探偵に聞いとけよかったな確認しなかったと思って私困っちゃってねあど,どうしようかなと思ってるうちに電話切れちゃったあっズ、ま、ったかなこれ取った方がよかったのかな彼女のふりかなんかしてうんでまあそうこうするうちにこうなんとなくそわそわしてそうちょっと探偵にこう携帯でこっそり電話してこういう時どうしたらいいか聞こうかなとかも。 こう電話したら、では出ない。話し中になってる。えと思って切ったら、今度かかってきた。探偵からなんです。外の車で待ってる。あ、もしもしっ,ったら、あ、よかった。早くそこ出て。っていう。ええ何ですかいや、あの、出て。とにかく急いで。危ないから。危ない。なんだと思いながら、私は慌てて出ました。で、探偵の車のところに行った。そしたら探偵が、あ、よかった。 いや、クローゼットから男が出てきた」って言うんですよ。えいや彼女の寝室のクローゼットから中年の男が出てきたんだよ。おかしいなカメラとか仕掛ける時に全部点検したのになクローゼットの中も見たんだけどクローゼットの扉を中から開けて出てきたんだよね。でももししかかかするとクローゼットの中の中板かなんか外してその 上に天井裏に隠れてたのかもしれないしまったな危ないとこだったやだ怖いえじゃあ私バッティングしたかもしれないじゃないですかシャレにならないですよねえ実給上げてくれるといいなとかね日給弾んでくれるといいなってちょっと思いながらこうねちょっと文句言ったりしてそしたら探偵がいやいや本当にごめんねで彼女の方にも連絡するで警察にもね彼は連絡をしましたビデオ撮れてるから ところがです。警察が来る前にです。もう一回その録画を全部確認した。そしたらねおかしいんですね。クローゼットから男が出てきた。寝室です。で寝室の中を歩き回る男が確かに私を見ました。中年男です。お腹が出てる。で中年の男が出て、ちょっと小太りの。 歩き回ってる隣の部屋に行くために廊下に出たはずところが廊下の監視カメラに映ってないんですそれから私は逃げてくる時玄関に鍵をかけましたセキュリティの非常にしっかりしたマンションなので。 建物の出入り口エントランスですねそのエンントランスホールに出入りする時にも鍵が必要なんですマンション側の防犯カメラというのがエントランスにもあります。それも見せてもらって警察も後で見ることになったんですが私が出た後出てきた人がいない。で警察が来てマンションの部屋を、まあ、見た誰もいない。 ですおかしいじゃないですかあの男はクローゼットから出て寝室の中を歩き回って消えたんですかねそうとしか思えない変ですよね問題の彼女彼女にもその監視カメラの映像を見てもらったすると彼女が顔色を変えてさーっと こう血が引くんですね音が聞こえそうなぐらいパーッと真っ青になって「あ依頼を取り下げます」っていう「えどういうことですか?」探偵もびっくりして聞く「いえあのこれカメラの故障などではありませんよ」と彼女の方から言う。私と探偵はね 防犯カメラが故障したんじゃないかとかあるいはもしかすると、まあ、警察も調べてましたけどクローゼットの中天板を外して小屋裏とかに隠れれるとこがあるんじゃないかそこ戻ったんじゃないかとかいろんなことを考えてたんですけど彼女が「いえ違いますそういうことじゃないです」これ私の亡くなった夫ですからという見間違いようもないんです。 死んだ夫です私夫が亡くなってそれからこのマンション買ったんですよ一人で暮らすために生前のあの人も本当にダメな男でもう全然働かないしまあ、いわゆる紐といいんですかもうほとんどね昼間からねよく寝てるような人でした。 でもなんかね、ダメな子ほど可愛いというかまあ我が子じゃないですけどそれなりに長く一緒にいてね私愛してたんですよね。で彼は病気で亡くなったんですけどそうクローゼットね私仏壇買おうと思います。今までインテリアに合わないしどうしようかなと思ってそれになんとなくねこう距離が遠くなるのが嫌で。 私クローゼットに位牌を入れてたんですよ毎日取り出して位牌眺めてたんですけどねそうですかあそこにいたんですねこんな話を聞きましたいや探偵じゃないですよ本当にあにただのお手伝いですね。 ええ、お手伝い、うん、なんですけど私本当にねいろんなバイトしてるんです実はそういうあの長くあのずっと続けるような出版社のバイトやケーキのケーキ屋のバイトみたいな以外にも単発でだと大中国物産展の売り子とかでクーニャンの格好をして練り歩く係であるとかねあと,、えー、とすごい混雑するショッピングモールのブティックのこうクリスマスツールの時の,あのまあ なんて助っ人というかそんなんとかえーといろいろやってますね他にもやってるなあのやってないのはいわゆるこう私そういうの本当に苦手でできないのでそういうことはやってなくてでもその他だったら本当にいろんなことしてますねなんかテレビ番組のリサーチャーもしてたことがあってあの資料を調べてあのレポート書いて。 でその権威の先生を引っ張ってくるところまでやると結構いいお金もらえたりとかそんなこともしてました。